早起きは三問の得。さっきしずえちゃんから電話があって、昼の船で来るって。お土産何かな。おもちゃがいいよ。こら、おばちゃんにおねだりするんじゃねえぞ。じゃあ俺また廊下の掃除でもして小遣いもらっちゃおうかな。何言ってんの、僕はあんたのうちでしょう。じゃあいただきます。いただきます。もぐもぐ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまが聞こえない。風呂入りに行こうと昨日の夜入りに来てくんなかったし。ゲーム内時間は8月12日。お風呂、お風呂、お風呂。じゃあそのしずえさんイベントが今日はあるのかな。まだ女湯なの。まあいいや。じゃあ洗濯のところ行ってみようかな。時間指定とかあったのかな。あ、いた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 。これ誰だ。よしこお姉ちゃんか。洗濯じゃないし、料理だし。あ、きゅうり食べる。この人料理できなそう。うん、おいしいね。きゅうりもうちょっと食べる。うん。やっぱりおいしいね。わしゃかっぱか。洗濯のところ行こう。洗濯のところ。お、いないなぁ。おばちゃんこっち、あ、いない。ちょっと時間が早すぎたのかな。っていうことで、サイモン&ガーファンクル。ここで波の音を聞いてると、私の田舎のことを思い出すんだ。それはどこなの？私はオーストラリア人なんだけど、シドニー郊外のマンリという海沿いの町で育ったんだ。どんなところ？ここより人が多くて、でもちょっと似てるところがある。どんなところ？どこが似ているの？やんちゃな子供がいっぱいいるところかな。よくお腹が空いたら海に潜って牡蠣を取って食べたよ。寒い時でもね。お腹が空いたら海に潜ってガキを取って食べて、子供が海に潜ってガキを取るって、子供が子供を捕食するのかと思った。びっくり。まだ女湯のまんまだ。もういいけどさ。洗濯講師は後で来いよ。あんまり深入りすると時間見逃すから。あとは秘密基地と海の中と奥沢と。よし、つく、よし、秘密。そこ誰か立ってる？おばちゃんだ。ねえ、おばちゃんとしずえちゃんと仲がいいの？うん、そうよ。なんたってご近所さんだったんだもん。ここら辺事情がありそうだな。しずえちゃんの方が年下なんだけど、私よりしっかりしてるのよね。おばちゃんよりしっかりしてんの？時々お米とかミルクとか借りに行くと、ついでに晩ご飯のおかずまで分けてくれたっけ。ちょっと黄昏れてますね。秘密基地へ行こうっと。あ、虫取った虫も回収しに行かないとな。いい虫入れよ。大凶、これはまずい。なんか中吉以上が来てほしいな。ねえ、小吉と大凶しかないぞ。中吉、よし中吉でいいや。何にもないなぁ。秘密基地行ってみようかな。光彦とその光ちゃんのこと好きだろうっていう、それは何の、あの後何もないのかな。何の用って、虫キング以外に用はないよ。秘密基地来たけど。あ、
土俵の左上にある。まあ頑張ってくれよなっか。10勝したら名前がかけられるんでしょ。ここは登らせてくんないのかな。上の枝に登るためのロープが下がっている。赤足はさ、カウンターとガブリ寄りの2大必殺技が強いんだよね。あ、そうなんだ。赤足が小さい虫と戦うときは怒らせて技を出しやすくした方がいいよ。へえ。金鬼、あ、金鬼の相性。金鬼が強いのは三山と富士三山だね。反対に平田は大の苦手なんだよな。そうなんだ。金鬼って最初は全然ダメなんだけど、成長させたら結構強いんだ。でも相性の差が激しいんだよね。どうして？なるほどね、三山と富士三山っていうのが強いんだ。そろそろクイーンカブトの登場だぜ。お、お兄ちゃんやる気だね。なるほどね、三山さんが来たら金鬼出せば正解と。平田には弱いから。まず俺が相手ね。平田出すね。強い。じゃあこいつでどう？赤足クワガタビッグ強そう。とりあえず金鬼さん出すかな。グレート稲妻。いけいけいけ。グレートサスケを思い出した。覆面レスラー、よし、元議員の。頑張れ。強い。おーよいよい、おーよいよいよいよ。すごい。あー悔しい。なんかすんごい押し引きがすごいな。金鬼の試合は強いぞ。ガオーだってこれは勝てそうかな。え、スタミナすごくね。いいぞいいぞいいぞ。もう一回ぶちかませぶちかませ。負けちゃうってば。強いぞガオーが雑魚だった。負けちゃった。さあ20勝。じゃ次は俺の番ね。いけいけいけ。コクワガタ53ミリってコクワガタ、コじゃねえし、普通のクワガタじゃねえかよ。でっけえなこのコクワガタ。頑張れ。はい、お疲れ様でした。と、ああ悔しい。 HP が増えないな。次僕の番か。これはスタミナが増えなくても経験値は溜まっていくのかな。来たよ来た、カブトムシメス。力負けはもうしなくなったな。わあ負けちゃうってば。いいぞ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 。よし、プラス5。ニョキッと増えた。じゃ次は俺の番ね。なんだ、ミヤマ。ミヤマは強い。ミヤマはこれは相性いいらしいからね。ドカン、もう一回ぶちかましてやれ。よし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 。負けちゃったよ。23勝。次僕の番か。平田さんが出てくるまで頑張れ頑張れ頑張れ。お肉はなんかもうサイズにビッグって名前につくのが多くなってきた。うおー、負けちゃった。うっちゃり気をつけて。出た。う、あー強くなりたいよ。うん、うっちゃり回避したのかな。次は俺の番ね。ついにうっちゃりをも聞かなくなった。赤足クワガタは技が豊富って言ってた。いろんな技を出してくる。テクニシャンなのかな。頑張れ。倒せ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 。よしよしよし。技を出す隙もありませんでしたな。次僕の番か。25勝。ネブトクワガタ強いのかな。頑張れ。いいぞいい、ぶちかましだ。もう一回ぶちかませ。よし負けちゃった。よしよしよし、プラス3。ニョキニョキ。じゃあ次は俺の番ね。金鬼は育てると強いって言ってたからな。ノコギリでっかいな。60ミリ級か。よし行け。駆逐しろ駆逐しろ。あー悔しい。瞬殺。これほどまでに一方的な試合があったでしょうか。僕の番か。グレート稲妻が来た。平田さんには弱いよ。平田さんにはちょっと違う虫で頑張ってもらおう。平田さんに倒せるのは何かな。育ててない赤足は無理だな。竹石のこぎり。
頑張ってくれ。最近いいところないから。ここでグレート稲妻のピンチを救ってくれ。技出せ、ぶちかませ。スタミナで分かってるけど相手の技が怖い。よし、押せ。わあ、負けちゃう。押せ。まずい。なんで下がるんだよ。押せ。よし、スタミナで勝て。よくやった。やりたいよ。じゃ。次は俺のよくやった、たけしのこぎり。よし。いや、でもこれでいけるところまでちょっと頑張らせてみようか。相手のが大きいけど。頑張れ。おお、力負けしてない。いいぞ。でっかいな、64ミリって。よし、いけ。ぶちかまされた。やばい。こっちもぶちかませ。5回背中押してるんだから。そのあっち向いてホイッセンボは効かないんだよ。よし。あー、悔しい。いける。次、僕の番。そう、三山さんあたり来てほしいんだけど、ね。頑張れ。お肉は2枠弱いんだよね、確か。やっぱりノコの弱点はお肉はかって言ってたからな。ここで金鬼をザ・グレートサスケを出して。よし。ん？なんだ。怖い。負けちゃうってば。何してんの？なん、うん、やばい。危ない。負けちゃうってば。よし。足引き。負けちゃった。足引きとかうっちゃりとかなんか一撃必殺持ってるもんな。次は俺の番ね。オニクワは。赤足クワガタ。これもテクニシャンですね。3回背中押して。よし、行け。力負けはもうしなくなったね。よし、いいぶちかましだ。もう一回やってやれ。踏ん張れ。よし。負けちゃったよ。強い。次、僕の番か。グレート稲妻完全に頑張れ。完全に強い。押せ。ぶちかましい。わあ、負けちゃった。はい、押し出し。お強い。負けちゃった。30勝。でもなんかスタミナが増えないのかな。じゃあ次は俺の番ね。ガシガシ増えてほしいんだけどな。よし、行け。よいしょ、オッケー。あー、悔しい。すんごい早い。次、僕の番か。ノコギリはもう敵じゃないかな、オニクワか。ここでタケシノコギリ出すわけにもいかないからな、オニクワが弱点だし。やばい。うー、よく耐えた。よし。なりたいよ。お肉輪は押し出しの土俵際がちょっと次は俺の番ね。うっちゃりかまされたら怖いから緊張するな。三山来た。三山は楽勝と。ぶちかませ、ドン。もう一度ぶちかませ。危ない。うわー、やった、勝ちね。うわー、弱点でも負けることがあるのか。強いな、この三山。たけしのこぎりで行ってみるか。これで負けたら今日の虫金が終わりにするかな。いけ。相手がそんなに頑張ったらこっちも負けてられない。あー、力負けしてる。うわ、ぶちかまされた。やばい。ぶちかませ。のこ行け。よし。でも体力5分だな。押せ、どっちだ。押せ。やばい。耐えろ。スタミナ勝ってたのに。やばい、これ強いな、こいつ。強いわ。秘密基地来たけど、何のあれもないじゃん。じゃあ。あとは何かな。診療所のお姉さんにまた会いに行くかな。なんかまた新しいお姉さん増え、お。あ、そっか、ここ。罠仕掛けてたっけ。ああ、何にも連れてないか。なんでこの民宿お客が来ねえんだろう。おじちゃんの顔が怖いから。しょぼん。怒られると思ったろ、この間。うん、怒ってやろうか。え怒ってやろうか。面白い。さてと、こっちからかな、奥さんは。
海の中っていうヒントがちょっとよく分かんなかったけどな。奥沢のどこだろう、あの水車小屋の方に行けってことなのかな。あれ、あ、なんかいる、なんだろう。やった、来たー、ミヤマ、ミヤマさん来た、ミヤマさん来た。佐藤、よし、罠の貝があったな。奥沢のどこなんだろう、あの奥に行けってことかな。つくつく、ほーし、つくつく、ほーし、あの水車の方に行けってことかな。こっちか。パカ。お願いしますよ。今何時だろう。ああ、もう3時が。ちょっとこれはのんびりにしてイベントをちょっと着実にこなしていこう。奥沢の奥に行ってみようっと。なんかあるってひかりちゃんが一応言ってたからな。ああ、ここ開いてると思ったんだけどな。なんか蝶々がいっぱいいるけど、しょうがない。無視で。なんか青いから1個捕まえとか。あ、白いの捕まえちゃった。スーッと出てるとこかな。ガみたいな色してんな。逃げちゃった。奥になんかある。おっ、おっと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 、なんだ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 、なに。おい、歌の通りに自分の手のひらを太陽に向けてみたら本当に透けて見えるぜ。 CM のところか、これ。お兄ちゃん大発見だ。 CM のシーンか。手のひらを太陽に見れば。その時私は私の手のひらの中にまるで赤い太陽のエネルギーがそのまま入ってきたみたいにたくさんの光のようなものが流れていることを知った。僕じゃなくて一人称が私になってるのがなんかいい。おい、なるほど。これを見に来いっていうことだったのか。もうすぐ夕方になるから診療所行ってみようかな。奥沢はクリアしたでしょう。あと洗濯機2階のってどういうことだろうな。よく意味が分かんない。あっついな。うちにはクーラーがないので扇風機で我慢してるけど暑い。夏は暑い。すごい蝶々の数が増えた気がするけど、あ、奥沢モンスターズの価値を換算するの忘れちゃった。でももう普通に三山さん取っちゃったかな。あ、ちょうどいい感じに夕方になった。夕方しか現れないのかな。お化けなのかな、もしかしたら。最後はって言ってたし。ここがトイレだから、ここが浴室は。あ、いたいたいた。ねえ、お姉ちゃんの家族ってどんな人たちなの？え？家族？まあ、時代によっていろいろ変わったから。お？おじいちゃんとおばあちゃん、お父さんとお母さん、そして可愛い女の子が二人いるんだ。へえ、そうなんだ。辛いことも
悲しいこともあったけど、でも家族がいたから。え、どういうこと？教えない。だって大事な家族のことなんだもん。そういえばさっき木からセミが落ちるの見たんだ。それでどうなったの？死んじゃった。顔この顔。死んだセミはどうなるの？土になるの。死んだセミはどなんか不思議な感じ。やっぱりお化けなんだろうな。誰もいないんだよな、そこういう時は。子供の頃お化けを見たって記憶があって大人になったボクくんがナレーションを入れてるっていうことなのかな。のんびりにしたから、あとは洗濯機を見に行こうかな。手のひらを太陽に見れば、洗濯機はこっちから。このはしご登れるかな。登れない。このはしごは、このはしごは無理でやんすか。そうでやんすか。こっちのはしご登ろう。これ猫か。誰かお風呂にいるかな。いない。女湯か今。男湯か。最近お風呂入ってないからな。すごい。最近お風呂入ってないっていうのがすごい会話だけど。俺誰もいない。洗濯機。おいれー。あ、いた。あ、なんだ俺。誰だ。これはしずえちゃん。君、ここのおばちゃんの甥っ子なんだってね。いいところに住んでる親戚を持って幸せもんだね。おばさんは、しずえちゃん？ちゃんづけ。あれ？ここのおばちゃんから名前を聞いたのかな？うん。そうなんだ。おばちゃん、お盆が終わったら帰っちゃうけど、それまでは仲良くしてね。うん、わかったよしずえちゃん。ところでここで何をしているの？海。海を見ているのよ。なんか声が合ってないような気がするけど。なんで海を見ているの？好きだから。え？海が好きだから。なんで見合わせたの？海が好きだから。なんかちょっとのぶとい声してる。それで吉川お姉ちゃんは何してっかな。痛い。何日経った？また同じこと言ってる。しょうがないからサイモンにも話しかけてあげるか。いねえのかい。ガキども。はーい。ニコン。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。暑いよ。お風呂。今日は入らせてよ、お風呂に。秘密基地のイベントがよく分かんなかったな。おばちゃんにしずえちゃんの印象を聞いてみるか。今日の晩御飯は油が乗った金目鯛の煮付けと、金目の煮付けうまいよね。それに青菜炒めを添えてみました。ちゃんと野菜も取ってるっていうのはさすがだね。あ、男湯だ。よし、行こう。
誰か入ってるといいな。あ、これはサイモンだな。こんばんは。こんばんは。湯船の中まで虫の声がするね。そうだね。これ風流って言うんだよ。よくご存知で。これ下の子供部屋も見えんのか。さて、いつものお二人さんの会話聞くか。あ、いない。ねえ、ここの民宿、お姉さんが来る前に誰か怪しい人が泊まっていかなかった？え？今のところお姉ちゃんが一番怪しいけど。撃つよ。やめて。怖い、怒った。撃つよ。ヒステリックかよ、もう。面白い人たちが集まってきてるな。たまには子供部屋行ってみるか。あれ、いないか。あれ、いない。っていうことは、あの夕涼みに海岸のところに行ってるんだな。あ、そっか、吉川お姉ちゃん、お母さん帰ってきてるのか。複雑な心境だろうな、確か。あれ、今日朝顔に水あげてないな。忘れちゃった。いた。今日来た静江おばちゃんってさ、俺がちっちゃい頃よく遊んでもらったんだよね。あと、おっぱい分けてもらったことがあるって母ちゃん言ってたよ。そのおっぱいって、しげる、お前が飲んでたんだぞ。しげるはひかりちゃんには何にもしなくていいの。アクション起こさないのかな。さてと、お母さんが帰ってきて、この家の事情はどうなっているのやら。よし、え、安子お姉ちゃんどこにいるのかな。これおじいさんか。ラジオ体操のおじいさんか、これは。うん、じいちゃん。どうしたの。最近家内の夢ばかり何度も見ての。え、どんな夢なの。昔住んどった潮立の家じゃ。まだ若い頃の家内が土間の隅でぬか漬けの樽をかき混ぜておった。天井近くの窓から幾筋か光が差しておっての。暗い土間の中で汗の浮いた家内の肌が白く輝いておった。家内は随分と色の白い娘じゃった。わしが見ていることに気づくと、白い顔をこちらに向けてにこりと笑った。おじいちゃんの思い出なのかな。わしはあの笑顔、一生忘れられんと思っとったが、本当にそうなってしまったの。お姉ちゃんがどこにいるのか気になるんだよな。いないか。あれ、終わっちゃった。さあ、残念。ボク君、絵日記書いて、おやすみなさいしましょう。おやすみなさいしましょう。うん、もう、くたんくたんだ。今日はいろんなことやったもんな。何書くのかな。手のひらを透かしてみるとキラキラ光って流れてる。僕の体の貴様エネルギー。おやすみ。小学生にして11時まで起きてるっていうのは結構夜更かしな感じはあるけど、どうなんだろう。はい、今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。動画の更新告知はここをご覧ください。
実写動画チャンネルを開設しました。ぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。